おはようございます。一日一分積み上げ、本日は、マーケティングにおける販路は近いところから攻めるということでお話したいと思います。昨日今日と、創業塾の講師として、登壇しています。昨日の受講者の中で、この3ヶ月ですね、起業して3ヶ月という方がいました。で、彼の場合はどちらかというと雇われ社長、その親会社が企画開発した商品が全国の量販店に入りました。今やるべきことは何かというところですが、中小企業の場合、一発当ててしまうというのはなかなかリスクです。彼にお勧めしたのは、まずは近くの店舗、ここで売れる方法を一刻も早く確立してください。それを全国に展開してくださいという話をしました。そもそも全国展開を対象とする商売をするのではなくて、近場での商売で一つ一つ売り方を確立して広げていくこと、これが中小企業のマーケティング戦略の大きなことだと思います。